さあ、堀田君がね、球を振ってるわけですけども、よろしくお願いします。分かることやないかい、もう、いずれはな。今週はいろんなことあったよ、もう。石原真理子、結婚。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。俺におめでとうございます。言われてもな。スピーチは。するか。大好きな人らへのスピーチが。ぜひスピーチだけでも読んであげていただけるだから、はい、あの見えないことやから、はい、ね、まさかもう自分の想像の中でなかったことやからね、うん、でみんなはまあまあそんなにね、はい、暴露本出されてないし、はい、庄司のことを別に暴露したわけで、はい、あの中に暴露された人間がここにいるということですよ、あの本の中に、はい、皆さんもご承知だと思いますけども、ありがとうございます、ありがとうございます暴露本に載せられた人間はちょっとポツンと取り残された感じがして、もう非常になんかやるせない、やるせないって別にいいんですけど、結婚なされて、玉木君って本当に男やから、もうね、半分以上が玉木宏さんの物語をね、 DVD だなんだろうだって書いて、はい、で俺はそれを載せる時にね、はい、お前そういうことやめといてあげろと、うん、ねえ、はい、あなたも乗るなよって言われて、僕も乗るのそれすまんけどと、乗車させてくれと、もう下車させてくれと、そう、で乗るのだけ乗せるのやめてくれへんかと、はいはい、他の人もやめてあげろと、はいはい、でいや全部大丈夫、佐野さんのところは爽やかに書いてあるから、はい、ものすごく爽やかって、はいはい、でいやそれ爽やかちょっとどういう書いたんやって、はい、いや本当に爽やかに書いてあるから佐野さんは心配する必要がないと、はい、いう話で、でまあ本出たら読んだらね、夜は至って普通だったから、ね、5月爽やかやね、書いてあるメンバーの中で一番恥ずかしいね、至って普通だったって、いやでも意外と逆にね、変な何か味よりなんかずっと普通に、いやいや、ほいでその時に俺はもう何人書いてんのか知らんけど、はい、お前これ出版するの やめた方がええと、どう冷静に分析しても、はい、で、それは出版をやめんのにはどれぐらいお金かかんねんっていう話を俺はしたんですよ、みんなを代表して、はい、その書かれてる人間、偉いですね、うん、だから5000万円かかると、はい、それもしもう数字上がってるから、はい、それをやめるには5000万かかるという話、はい、集めてあげるから、その書かれてる人たちから、はい、で出しちゃるぞと、はい、多分でその大きく書かれてるね、はい、あ今度のね結婚なさる方だからよかったようなもんの、うん、俺たちの3倍ぐらい出さはるやと、うん、俺が全部交渉して集めてあげるから、うん、それもやめとけと、どうあれこうあれどっちにとってもええことないと、うん、お前君本人もええことないやろし、書かれてる方もええことないやろから、うん、どっちにとってもええことないからもうやめとけと、ほ、うんだら、でもね、青春の思い出だから、青春の思い出は分かったから、俺だけ抜いてくれと、せこいこと言うやけど、俺の部分は何ページやと、ほんの、2、3行だ、はいはい、っていうから、その2、3行、なんとか削られへんかと、もうすり上がってるから。そうか、はい、ええー、分かった言うて、はい、もう散々俺その時デートだったんですよ、その電話かかってる時に、はいはい、でそんな電話やから店の中でできひんから、はい、もう寒い時に外へ出て、はい、でねその子一緒にいたデートした女の子は一人でイタリアンを食べてるでしょ、いいな一人占めで、いや違うからでも女の子やから俺が車でまったりやな、はい、もういっぺん届いて延々長い話して「かも」って言ったら「またかかってくるからやな、はい、俺はまたすまんすまん」言うて、はい、ほいでそれねえ彼女になろうかこれから彼女になろうかっていう時にはな、はいはい、ね何があったのって言わなしで「ね、実はパクラボン出されんのよ」っていう話もちょっとおかしいですわ、ね、確かに、ね、おかしいですわ、何したのってことですわね、またホンマにそうだな、何したのパクラボンって何したのっていうことになるやんか、爽やかなデートの最中にはな、なあ何したのってことだな、これはね、どうせ、いやちょっといろいろあってな、
まあ来月分かることやと思うねんけど、はい、っていうことで、はい、まあ出てからしか分かれへんもん、内容とかな、はい、もうその時に俺は一体彼女に何をどうしたのか、うん、短い期間なんですけども、うん、もうぐるん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 回るわけですよ、その日。その暴露ってね、どう書かれてるかものすごい心配なのよ。どう書かれるか分かんないですもんね。そやね、そんな嘘書かれても本になってしまえば、もうね、今週刊誌なんてものは嘘ほとんど書きますけども、うん、ね、はい、本人が書いたやつやから、うん、嘘が真実味が帯びるじゃないですか。うん、どうしよう思って、ね、でまたこっちからも連絡入れて。うん、ちょっと文読んでくれへんと俺ね、はいはい、ね、あなた結局自分のことだけじゃないのよ。そうやねんけど、集めてあげるから、はいはい、ね、とりあえず文読んでみてと。そうだ。とりあえず読んでみて。いや、だから大丈夫、あなたのとこ爽やかに書いて、はいはい、爽やかって爽やかってな、それがいたって普通やってんけどもやな、うん、それはええねんけど、そこまで俺が苦労してやな、うん、ねえ、後の人もいろいろな迷惑被ってる人もいるわけですよ、うん、それはもう結婚してねえ、今子供生まれて幸せに暮らしてる人もそれなりに揉めたやろからな、うん、結婚前に聞いてるやろしな、こういう噂だったけど、あなたあの人とどうなの、バカなことになる噂だけだよって言ってる旦那もいるやろしやな、うん、こんなことありませんよ、あんなことありませんよと嘘ついてる男がね、要するにドーンとやられたら嫁さん平気しないやんか、うんうん、そやろ、まあ、なんぼ過去のこと言ったって、うん、な、もし嘘ついてたやね、うん、と言うてな、その時の付き合ってる女の子に誰々と関係あったのとか聞かれて、うん、あったよーとか言う人いないぞ、うん、なかったよーとか、うん、言うやんか、うん、だからそういうもんやな、俺もずーっとその前に、日本テレビの楽屋に吉本興業がいた時に、吉本興業が何を、まあ俺とはそういうことはなかったと思って、踊る御殿に一度出たことがあるんですよ。うん、で、楽屋スタッフがいっぱいいてて、ね、もう、何してたの、ご無沙汰してたわね、とか言って、うん、もう、なんか、すごい空気を出してスタッフの前で、うん、最近冷たいんだから前は優しかったのにとか言って入ってきたんですよ。でもスタッフ全員うつむくわけですよね。その時も感じてましたもんね。もうあれスタッフはもううつむいて、もう俺もそんな、あれ今日は本当にちょっとよろしくお願いします、もうご無沙汰やな、もういろいろあるからな言って、もう冷たいんだからもう連絡してくださいとか言って、うん、もうそういうのね、みんなうつむいて、でもそのスタッフは本出た時に、はい、安心しました、やっぱりそういうことがあったんで安心しました言ってやな、はい、スタッフも2年ぐらい気づくとったんや、それね、それはええねんけど、はい、まあ、そこまで苦労した人間が、はい、ポンと結婚になったら、はい、もうね、なんか力抜けたね、なんじゃこれ。いやでもそれだけやっぱこう器が広いというか大きいというのか、玉木さんは ね本当にいい人なんですよ、私がお会いした限りは、優しい、はい、サービス精神旺盛な、はい、いい男なんで、まあその優しさ、だけでなく、まあ石原さんの魅力もあるんでしょうけども、はい、突然結婚なんてね、またこれでお祝いコメントせえへん言うてんねん、おかしいやろ、テレビですらお前そんなこと過去に触れてないやろ、そんなこれお前だよ、結婚しない、方法教えますとか言うて、いつものお前ビデオコメント撮ってる場合ないやろ、いやあんまりいろんなことあるわ、すごいですよね、でもすごい本当に、これ誰が予想できました、いやもう、いや俺が予想できてないから、はい、もうできてませんよね、できてない、できてない、できてない、もう本当に2月の14日あれ話ほんまやと思う、うん、もうとりあえず私はもうなんかものすごいところに、もう渦の中のポーンと外で渦じゃないのにぐるぐる回ってる感じがする。入っ
いてないのに。だから渦の周りをうろうろするゴミみたいなもんですよ、私。何やあのペットボトルぐるぐる回りやがってるのあるじゃないですか。勝手にしてるで。でもあれ結構長い間見てしまいますよ。中心より。気になる存在。もうね、からくり言ったら、もう俺を間違えられて、俺も知らんやんか、二人のことなんて。はい、出演者全員、どうだろう、さまさん、あれ。何も知りませんと、うん、俺は今もう本当になんか狐につままれたような俺が一番オタクなもん狐につままれたことか知りませんけど、はい、こっちはもっとやい話をしてね、はい、でまたこうスタッフルーム行ったらこんなこと聞いちゃいけないんでしょうかね、あれどうなんでしょうかね、どうする俺は知らんと、はい、もうまた次のね食事会行ったらサマちゃんあれどうなるのって言ってもみんな辛いですね、昨日ね人の結婚やのに早く帰りたかったんだよ、おーで週刊誌絶対来とるなと思って、はい、俺のね家の周り、はい、ね、うん、絶対またこれコメント飛んできたらアホな週刊誌は思うんだけど、ほんでまた警戒しながら家帰ったら誰もないしやな、もうなんやと来いよと、そうですよね、ちょっと2、3、4、5はうろうろしたんですかそれらしき やつ見ちゃうとったらお前かとかってそんなのなかったんですか、窓開けてまあなあめでたいことやから、はい、本当にいいねんけども、うん、とにかく幸せになってほしいという、はい、ことですよね、だからだいぶ体がねあんまり状態が良くないので、ここで石原さんが支えることになるんでしょうけどもね、まあ驚いた、もう振り回された感じ、振り回されてハンマーの気持ちやもん、今ハンマー投げのブンブン振り回されてビャーンと飛んだら関係なしっていうやつや、そうですね、投げた本人だけうわー言うてるだけのような、俺はブーンと落ちて痛ー言うてるだけですよね、初めて俺ハンマー投げのハンマーの気持ちが分かったのなんかもうなんか切ないというのか、それは結構ハンマー長い間回されてましたねええ加減って話せよともうそろそろ掘ってほんまに新助どこにもなんかそういうことなんか悩み事で相談行ったみたいでね、新助もあやかいやまた連絡くださいって言ってしまっていっぱい相談来て俺とこへ新助が「おい石原まりか何とかしてくれ」って俺関係ないまさに関係ない、お前が相談に乗ってあげてるから相談してきてはんねんから、はい、相談乗ったれよいう話を、はいはい、ついこの間あれ寛平さんのスタートの時に話したばっかりですよ、はい、もう参った、もう今回は疲れました、もう私中途半端で普通が何の関係もないのに疲れるってものすごい虚しいね、だからあれ遅れさんの気持ちですよ、奥出さんがアパートにいてて下に新婚夫婦が引っ越してきて、新婚夫婦より上で疲れたらしい日があるらしいんですあの気持ち、新婚カップルが毎日愛を営むんで、奥出さんもで新婚カップルより喜んどったらしいですよすごい喜んどったらしいですよ、今日1週間後には疲れたって言ってましたからねMBS ヤングタウン明石家さんまです、庄司です、モーニング娘。の高橋愛と道重さゆみです、全略のコーナーイエイということでね、村上さん明日オープンでしょ、あれ、1日、はい、明日1日から大阪、これ大阪やからお前、はい、あの村上食堂、村上食堂、おお、村上食堂、また来てください、まあ、さんまさんの部屋も作りました、じゃ俺の部屋ってそんないらんって言う俺の部屋って悩んですよ、いやだからもうそこはもう毎日来てる設定になってるんで次々だからもう自然に落ちていってると思います、じゃあ俺は行った方がええのか行かん方がええのか、来ていただければありがたいです、そこ新地と近い、もう近いです、近いです、歩いていける、新地まで行けます、行けます、マジで、はい、歩いて行けます、どこやったっけお前の店、初天神です、あ、そうかそうか、ほんならみんなで行くわ、3人で、あ、ありがとう、全員で3人です、え、もっと増えて
びっくりした。全員で行くわやから、すっごい背中の歌さ。じゃあ、ニッタとアランと。はい、僕と。俺とやろ。はい。だから4人じゃないですか、3人って。お前、店の店員やない。その時はちょっと一緒に飲ませてくださいよ。コースいいですね、3000円、500円の飲み放題で。あ、すな、せっかくせえへんわ、お前。え？コースって3000円のコースでお前、行ってる場合ないやろ、お前。もっとお前、ええの。ありがとうございます。うん、まあ、そら行ったからにはな、はい、やらなあかんから。はい、で、焼酎とかボトルとかあんの、その。はい、もういいの入れてきます。もうサマさん用の。あ、森伊豆を入れといてよ、お前。じゃあ、ええって。森伊豆はい、わかりました。そうしたら、はい、まあ、アランとかニッタとおでいつ行こうか相談するわ。はい、4500円のコースで。こちら、はい、ラジオネーム横県民明石市民全力やんだ皆さんこんばんは。こんばんは。さて今週は日本映画界に、朗報が届きましたと、うん、第81回アカデミー賞外国語映画賞の部門で見事送り人が初受賞、うん、受賞式に参加していた滝田洋次郎監督、本木さん、広末さん、これ陽紀美子さんっていうのこの人、あ、陽さんね、さんの4人も記者会見では信じられない感を表したコメントされてましたが、うん、本当に日本人としては嬉しく思った瞬間でした、うん、その他にも短編アニメーション賞では、加藤邦夫監督の積み木の家が受賞され、こちらも日本人監督では初受賞の快挙となりました、うん、そこでヤンドレギュラーの皆さんお聞きしたいんですが、今回のアカデミー賞受賞式は皆さんご覧になれましたかということですけどもね、うん、私は見ましたけどもね、うん、あなたは入ったから見たよね。見てないです。お前なんで撮っとけんねん。違うんです。見れなかった。なんで見れないわけないやないか。録画できないし。何がや。世田谷。お前何言ってんの。もうちょっと会った方がいい。お前何言ったんや。え。世田谷って言うんだよ。なあ、そんないらんねん今。なあ、明日もあった。ほら、3月の明日か。はい。明日ダイジェストであるわ。もっぺんワウワウで。見ます。そっちの方がええわ。はい。90分台。もう見ますって、もう終わったもん、また見てもね。やっぱり生でライブで見てほしいんですよ、ね。ライブとかね。今回ちょっと翻訳する人が、ちょっと外人の方がやって、ちょっとテンポも遅かったし、逃しちゃう。だからスーパーの夜の部を、いつも私は、スーパー入りの方をチョイスするんですよ、うん、だから結果分かってるから、ちょっと面白くはないんですけども、うん、だからスーパー入りの方がいいからね、それを3月1日だと思うね、見てみよう。お前番組を何時からですか。え、何時からですか。ちょっと9時ぐらいからやったとか夜のね、はい、と思うわ。はい、それやったらええわ。よかった。だからそれな、前日のパーティーのインタビューと、アカデミー賞の時のやつと、うん、終わってから、のインタビューが入ってるやつやわ。それが一番の濃縮されてええわ。はい。うん。だから、あいつがミッキーロークがコーヒーをこぼして、そのテーブルにね、吹いて、後の方ごめんなさいって言って、ダーンと受けてるの、とかあるわ。うん、お前見てないよね、もちろん。見てないです。お前、ワウワウすら入ってないねもんな、お前。はい。なあ。はい、検討中です。え、検討中です。お母さんに検討中って、お前に、2000円ぐらい入れるやろ、月々2000円。なあ、わおわお。いざ行動にするっていうのがめんどくさくて。え、いざ行動に移すのが。そうやねんてな。これでも女の子って機械もんがダメやから、うん、そうなんだ。ほんで電気屋さんにも入ってきてほしくないみたいな、部屋にな。そう、あんまり。そうやねんて。パソコンも、うん、うん、だからタレントさんは特にそうらしいわ。電気屋さんにも入ってきて、ずっと長いこといて、こてこされるのも嫌やし、うん、部屋わかんのも嫌やし、うん、っていうので あんまりつけへんねて。へえ、うん、つけられへんねな。プラスされるものが少ないな、やめとこうとか、うん、知らん人が来るとか、うん、そういうことでしょ。新しいものに挑戦するのがなんか怖いっていうか。ああ、何が、なんか新しいことをするのがなんか怖い。なんかわわわ入っても、入るのはできても、その後のなんか仕草、仕草は動作、さ、さど、何どうやったらピッピッってやるのが難しそうだなと思って、難しそうだなと思って、うん、
で、いざ行動しないでいます。あ、捜査では女のこと聞かあかんからね。これで、ね、田丸さんっていう、田丸真紀さんってあのね、モデルさんの出資タレントさんで、あの、電球すら変えられなかった人生だったんですって。持っててきたからね。ほんで、ゾーンと男いなくなると、今全部配線できるようになったんですって。すごい。電球するんじゃないですか、それ。長いこと男いないと。配線までできるようになりました、言うて、爆笑でしたけどもね。すごいですね、あれ、やっぱり。撮ると思えへんかったですもんね。まあ、そろそろ日本かっていうのは、アカデミー紹介ではあったんですけどね。だから、りんちゃん。菊池凛子ちゃんが行った時に、はい、渡辺謙さんと、はい、あの時そろそろ日本やなと、あのそういうものをね、あの、うん、やっぱりバランスは、一応作品はもちろんいいのしか選ばないけども、あのバランスを考えはるから、うん、そしたら中国の監督がアカデミー賞を取ったんですよ、その時。そろそろアジアに向けるだろうって言った時、やっぱりアジアの監督かって言ってて、でそろそろ日本持ってて、やっぱり今回撮ってね、うん、まあ、あれ昨日もニュースやってましたけど、撮るだけであんだけ収入変わんでね、興行収入でまた増えてますもんね。また増えてるのね、180巻プラスされてやるとか、ほいでアカデミー賞取ったっていうだけでみんな見に行くんでね。だから、まあ、日本人ってほんまにこんなん好きやねん。普通はそこで、ね、映画よ映画よって言って、賞を取る前にいっぱい入りました、あで、あの向こうへ持っていった賞を取りました、やっぱりかが普通の、うん、ことなんですけども、ああいう場合って、あの配給会社が、まあ、儲けるだけなんですか、監督とかなんか関係ないんですか。監督は儲かる儲かる。そうなんですか。 DVD も売り上げつながってくるし、監督は多分、映画館契約してらっしゃると思いますから、動員数とかそういうのなんで、部合でやってらっしゃる人とやってない人と分かれますけど、高倉健さんならとんでもないことになってます。高倉健さんは全部部合でやってありますから、とんでもないことになってますけど、若い監督ですもんね、まだ53で。そうそう、まあすごいよね。すごい。だから、うん、次もどんな作品かっていうので入るかっていうと、そうではないんですよ、日本人って。もうすぐシビアで、でも考えたらあれ、もどき、あのもっくんがあれ持っていったんですね、こういうふうなのやってみたいの。十何年前からずっと本を読んでて、でそういうな、そんなもう暗い映画は絶対無理や言うてて、ほんで十何年ぶりに、ほんならちょっとやってみようかみたいなことがあって、ほんでまあ、あのその監督はちょっと賛同して。あ、なるほど。はい。だから半分は元木君のもんだって言ったんだ、はい、あのスピーチで、はい、すごいよね、もっくんも良かったですよね、ジャニーズ辞めていろいろ苦労してね、え元吉本に入るか入らないかとか言ってて、そうでしょもっくん、それが、いや頑張ります映画界から行きます言うて、はい、映画界から入って今のもっくん、やっぱりこうね、こうやっぱハングリー精神が人一倍、お父さんえらい喜んでましたよ、ゆうやさん。あのロック、俺はロックンローラーで、はい、もうなんかすごいコメントを。いや、ほんまにまあね、すごいことですよ。まあ、二つ取ってしまったんでね、はい、一つの方がどっちかね、来年も回してあげた方が立つんですけどもね、うん、すごかった、でも。またロングランになりますわね、どうせ。うん、でも DVD 売り上げ予想より5倍でしょ、多分。うん。そりゃやっぱ賞を取らなあかんでな。すごい。ねえ。いつですかもう取りに。さまざまちょっと温めてるやつあるでしょ。あらあらあら。それちょっとあともう何年後か、もう行かなあかんだ、もう賞、はい、いやだからスピルバーグみたいに賞は欲しくありませんって言ってずっとやってて、はい、あんまりくれないから、ああもう賞取りに行くわって言って作って賞取る人もいるしね。すごいですね。すごい、なんか分かってるって感じですね。え？分かってる感じ。そうそうそう、ポール・ニューマンにしてもそうでしたしね、もう。なんかいらないいらないってアカデミー賞あんねん取ってませんからね、ずっと、もうやらざるを得ないから、やあげるっていうのもまたかっこええからね、うん、やっぱパーティーとかに、向こうの役者はなんかアカデミー賞が主催するパーティーに参加しなきゃどんどん権利がなくなる、ノミネートはするけども賞は取らしませんよっていう、なんか暗黙の、あれがあるみたいで、それをポール・ニューマンがよく言ってましたね。俺パーティーも行きたくないし、パーティーに行きゃもらえんのかっていうようなことを。ちょっとサマさん頑張ってもらってな、うん、ちょっとそういうなんかごっつい、だからもう、お前とか
ジミーとか奥出さんのもうショーが1本ずつ行くわ。いやもう僕いいから。政治もあの豚の政治もあれ出すんですか。あれもあれはあれも自転車泥棒政治、ヤンタのステッカー盗んだ男政治。うわー規模小さそう。まあそれでもしショー取ったらまあ横でまあ焼きそば焼かしてくださいよ。屋台出してもいいですか。屋台アカデミー賞の横で。キャメロンディアスに蹴られるぜ。何これとか言って、先生ヤンタンステッカー盗んだ男や政治。マスターさんから言われて、さんまさんちょっと何ですかすいません、いや言うてもらえるかな、政治君レギュラーやのにヤンタンステッカー盗むのよ。は欲しいって言ってくれればもちろんレギュラーやからあげられるし、わけのわからん。お前何でもやったステッカー盗むねんボケってあいつに怒ったら、はい、若そう言いますけどね、やんたんステッカーですね。わけのわからんこと言って、わけわかんない。あいつとしては高校時代に聞いてて、やんたんステッカー欲しいがためにハガキ書いたりしてて、ね、でそんなレギュラーになりましたんで、やんたんステッカーくださいって言えるもんじゃないと思ったんだよな。そんだけすごいもの、そうだ、あいつにとってはね、うん、もうその時もレギュラー出てるんですよ、こういった上司と一緒に、はい、なのにすいませんやったステッカー1枚くれますか、夢でんねんでしてんとか言えやんええやんか。それをねこうバイトの決めてステッカー盗んで持って帰って、どう俺が怒られた。そうや、政治君に言ってもらえますか、ステッカー盗まんと欲しいって言ってなければいつでも差し上げますって。何を言って、お前何調子なんだな、でも若いヤンタンステッカーですステッカー並びに、まあね、警棒持って帰ったり警察の警棒持って帰ったりね。へー、うん、すごい、もういろんなもん持って帰るのよ。花の駐在さんっていうね、僕が警官の、コントの番組があったんですよ、はい、それで俺がパッと着替えて最後かってね、ステージとかが、洋服の着替えとか手伝ってくれるからね、バーッと着替えて「警棒は?」って言って「警棒ないぞ」って言ってみんな走り回って「警棒ない警棒ない」言って、えらいことやったら「ちょっと本番遅らして警棒ないわまだ警棒」って言ってて、ほんなら「すまへんわか」その警棒持って帰った僕ですね、まさか若の警棒や思いませんでして申し訳ございません。おい何使ってんの警棒持って帰った、いや、ほんますまへん、来週持ってきますさかい。あ、ほやだあいつ、あれです、あいつ、お前これ見とるで、見とるで見とるで、ほら見とるで、おっさんよ、お前まだ生きてるお前は布団に上がってブグブグ、お前それは言わんとくあ、それでもちょうどこっちのラジオネーム野球構造全略、はい、スティングの不動のサード序盤、のさんまさん、はい、先発の柱の庄司さん、スポーツに興味のないヤン娘 お二人さんこんばんはって、まあ、スティングにあの政治がキャッチャーだったんですよ、その僕らのチームで庄司がピッチャーで政治がキャッチャー、でセカンドが奥根さん、でサードが僕、でみっちゃんとかいないでとっさんとかいないでジミーがセンターっていう、こんなメンバーで勝てるわけがないと思うでしょ。それが強かったんですよ。強かった、すごい勝てたの、本当にびっくりするんだ。チームワークが良かったんですね。チームワークというか草野球ではやらない汚いあのチームだったんでね。汚い盗塁送りバンドなんか草野球しないじゃない一致したしたそら勝つわよマジでやたら身乗り出したりねそうそう、デッドボールマジジミー怒られとったもんな、汚いことすんなーって言うてそうですよ、まあライト前ヒットをライトのみっちゃんっていうのがそれを蹴ってホームランにしたことがあるんですからね。おかしい、蹴るっておかしいですよ。ボールを蹴るっていう。キックベースになっちゃう。守ってる方がやで。守ってる方が蹴ってホームランってわけ分かれへん。取ったら拍手やったもんな。お前は、さていよいよ WBC に向けて、原侍ジャパンが始動しました、メンバーに関してはいろいろとご意見があると思いますが、杉本監督的にはこの人たちをどのようにお考えですか。ちなみにオーストラリアの守備には、申し訳ありませんが笑ってしまいました、
草野球でしたからね、あれはね。あのチームに打たれた松坂とダルビッシュはどうしたらええねんってやっちゃったよね。うーん、草野球よやったね、守備はね。まあオーストラリアもベストメンバーじゃないんでしょうけど、まあもちろんウィリアムズも出てないしな、はあ、あそこに4年前に負けたって不思議やよね。ねえ、あのチームに4年前に負けたっていうのは、ほんでシングル A のピッチャーやったからね、あれ出てきたら2番手か3番手ね。シングル A ってメジャーリーグあって 3A あって 2A あってシングル A ですから、うん、3軍ですよオーストラリアのチーム。シングル A のピッチャー持ってくるってメンバーいてないのかなオーストラリア今。オーストラリアは出んの、そのアジア予選とかに出ないのか。出るんちゃいますか。出んのか、出ますよね。違うブロックなのかオーストラリアは。そうかそうか。なんで今アジア予選やろ、次からそれで向こうに行くねんもんな。ですから、まあ韓国と日本はもう桁が違うから、うん、素直に行けるとは思いますけども、うっそでも松井入ってほしかったね。こうなったらね、こんだけ揃ったらやっぱ4番松井はどうしても見たかったですよね、うん、これ、うん、せっかくのいいメンバーが揃ってんのにね、揃えたかったけど、やっぱりでもまあアメリカはまだ本気みたいじゃないんですけどね、 WBC、うん、アメリカが本気出せばとんでもない、とんでもないことになるとは思いますけども、なかなかアメリカってWBC の方にそんなに生かしたくないとか、それよりも自分のね今年のペナントレースの方が大事やという考えの監督が多いようでね、まだ、ただ本気出したらもうとんでもないチームが出来上がってきますからね。オリンピックとか言う人は 3A のチームですからね、要するに2軍で世界一になってるんですよアメリカってね。だからね、準決勝で当たったアメリカとかキューバとかいるし、まだね、もちろん韓国もいるけども、あと中米のチームとかも強いし、だからさあ、メダルやとか優勝だとか期待はあんまりしない方が、どこで誰に当たるかですけどもね。結局準決勝でアメリカと当たって負けたら4位ですからね、3位か4位ですから。で星野さんでもあんだけ叩かれたわけですから、そこのね、そこでそこにいてて、だからね、日本ってこの間の WBC でも1勝2敗ですからね、予選ね。あれアメリカが作った得失点で偶然に上がっただけですから、予選負け越してるチームですからね、あれ。だからこの辺はまあ日本も期待も大きいやろうけども、そう期待してあげるとかわいそうですよね、日本原監督がね。だから我々はどうしても星野監督派閥なんで、はい、星野さんがああいう形で日本代表いなくなってるんで、かわいそうやもうあんだけ名将名将言われて、オリンピックでああいう形で負けたらもうとんでもないかかり方するねんからね、たった1回の大会でもうこれも引き受けてよかったのにって、どうせのことならって言ったんですけども、はい、だから日本の野球のレベルをマスコミが高く買いすぎてるとは思うねんけどね、俺。だからその辺ですよ。王さんなんて、王さんがやっぱあの時は王さん、王監督でしたけどね、あんな大病を患ってあれしてきてる人生ですから、それはどっかに月を持っていけるのが野球に持っていけただけでね、やっぱりそういうところはあると思うね。なんかで、WBC こんだけ日本がまた盛り上がるとは思わへんかったね。わけわかんない、ペナントレース始まったらな、野球誰も見えへんのよな。そうですよね、不思議な国やよな野球に興味ないねやろね。日本代表が戦うことが好きやね、やっぱり本当は強い国なんだって言うてね、でもアメリカとかに戦争負けて、またそれを引きずってるんでしょうね、本当は強いのに。日本は強いぞっていう気持ちが残ってるのか分からへんね、これね。お前ら WBC 見てる？見てないです。ワウワウやんね、あれ。はい、民放やアホ。あれでも野球とか興味ないでしょ今。でもお前これ女の子で、あの前の WBC で40何パーセント取ってな、視聴率昼間で。ほいで、これは今年野球いけるぞって言って、
開幕戦が 10% ぐらいだったんですよね、東京ね。大阪は別として 10% だったんですけど、ワールド東京33野球に興味ないんですよ、 33%、 うん、ということでしょ、ね、野球が好きなら開幕戦は見るよね、うん、まあずっと見れないにしても、うん、あんだけ数字が違ったらあかんって、日本はまだまだあかんって、野球は。でもああやっていろいろなんか CS とかいろんなところでこうやりだすから、なんかその部分もちょっと前みたいにこう一つのこのテレビでっていう部分、それがダメになってきたんで CS に行ったんですけどもね。うん、お前らも野球興味ないもんな、まあ、今の原ジャパンとかは誰も知らないわけか。わかんないです。わかんないですって、誰は知ってんの。イチローと松井出てないよ。松坂。あとは長嶋監督さん。長嶋さんなんかいないよ。ダルビッシュ。今原監督って言ってるでしょ、原監督。うん、初。それだけやっぱり見ないでしょう。うん、僕らが宝塚こう見せる部分ちゃいます。あんまりだから宝塚こう、いや芸能部にいたらやね、話題になってるもん見なあかんやんか、この世界にいる限り、うん、一応話題になるものはチェックしとかなきゃ、ラジオだやれテレビだのコメントとかで、うん、ふっと野球のこと振られた場合お前答えなあかん商売だよ、確かにね。そうですよね、うん、はい、お前みたいになんか知らんもんありゃ何を言うてるような人生ではあかんねんね。やめて、やめて、それを例えに出すのは何を言うがかわいそうでしょ。ずっとあんなこと言うとんねん、はい、よく考えたら、はい、言わせていただきます、うん、いいんだそれで、ね、いいんだ、ずっとそんなこと言うてていいんだお前、ね、もう帰られへんもんという。だからもうすぐ3月何日かですね、オープン、はい、中国戦かなんかやな最初の試合は。だからアメリカ行ったら、まあアメリカ行ったらアメリカ時間になるから、こっち昼間とかになるのかまた、向こうのナイターが要するにこっちの昼間ですからね、だからデーゲームにされるともう朝方になるっていうね、だからマスターズもあるし、あの辺野球 TBS 盛り上がりますよ多分これ、MBS も並びにね、はい、石川遼が万が一予選通過したらもう TBS ホクホクやろ、 MBS と、うん、ほとんど MBS やね、あの TBS やね、権利持ってんの野球ね。あ、ゴルフ、いやいや野球、日本テレビ権利は1試合もないんだから、あ TBS と日テレ、TBS とテレ朝かな、うん、すんごい高いんです権利が。この不景気の折にもうね、とてもとても買ってられないの TBS、 うん、うん、買ったのよ。へえって言って、どう毎日予放送をその余波食らわないか心配で心配で、うん、マジで。こちらオレンジネーム、オレンジの5番、あラジオネームオレンジの5番、全力の皆さんこんばんは。こんばんは。さて、毎週笑顔のまんまか泣いちゃうかもねをかけないで揉めていますが、はい、さんまさん、庄司さんにぜひとも聴いてほしい曲があります、うん、それは弱虫という曲です。あ、これは泣いちゃうかもねのカップリングの曲なのですが、うん、2番はほぼさゆみちゃんのソロで、うん、コーラスで他のメンバーが参加する形になっています、うん、バラエティでの成長が著しいさゆみちゃんですが、歌手としてもぜひ着実にレベルアップしています。着実にレベルアップしてます。ぜひ聴いてみてくださいということで、うん、はい、お前これソロでずっと撮ってんの。はい、1番はあのサブリーダーの新垣梨紗ちゃんで、2番は私が歌わせてもらってます、うん、はあはあ、すいませんけどもこれせっかく聴きたいんですけどもそんな余裕はね、あ入ってるやん今日お前聴けるやんけこれ。そうなんです。お前にあの2コロス目やからもう1コロス目これ はしょんねやろもちろん。はい、2番からかけさせてもらう。2番からかけさせてかけんねや、はい、当たり前やそんなの。特別バージョンで、特別バージョン。ほんなら高橋が全然も立たへんで、そんなこと。全然大丈夫ですよ。逆にリーダー立ててあげた方がええんちゃうか。でもハモってるんで私だからお前、はい、ここお前いつも言ってるやろ、お前隔週でお前ら泣いちゃうかもね、こうやって笑顔のまんま、うん、っていう順番でせえ言うて、庄司が印税生活かかってんねんからそれやで。昨日の歌だで、俺は脇のわからんおばあちゃんばっかりのお店でマジで笑顔のまんま、そりゃそうや、笑顔のまんまばっかり歌とんねん。あんた他に歌知らんのかい。ちゃうねんちゃうねん言いながら
自分のためにね、だからよかった今日は太田じゃなくって、はい、ありがとうございます。そこのところ前のブロックで、うん、堀田がやっぱどうしても聞きたい言うて、うん、この、 あの前略のコーナーのところを、うん、あかんねん、ここ走ってかけたらあかんねん、俺が喋られなくなるから、だからどう考えてもこう弱虫のところに笑顔のまんま入れなきゃ、弱虫か、俺の心のバランスがおかしくなる、うん、なん大丈夫ですよ、保てますよ、さんまさんなら大丈夫です、じゃあそうやっぱ偉いわ、いやそこまで言えたあの村上ブログのところ、何これあのかけていいで、なんで言うんだよ、やりますよ村上ブログのコーナー、これ全部俺のこれ始まりだから笑顔のまんまこれ俺のとこかけてもいいですだからだからこれあの全部聞いたらそれ1曲で終わるから、あの 1番のちょっと走りだけを何回も聞いたらもうそれでもうだいぶ入ってくるんやろ、入ってけだから歌唱印税は、ラジオでかけたら入ってけえ、うそー、ラジオのそれかかるいるんちゃうの、またそれは入らんの、難しいな、難しいですね、一生懸命です、難しい、もう十分やで、もうお前、いや俺この10位まで行ってねえからね、この曲すごいですね、すごい、うん、もっとどんどん演歌的なヒット、はい、もっといきます、だからこれがお前あの、27時間テレビのあのすぐ後やったらもっと売れてたよねこれね、あ、うんうん、もうやっぱあれから7ヶ月も過ぎてしまってる、うん、まあ、シャーナがすぐ作れるわけでもないし、うんうん、まあ、3月の中ぐらいにちょっと俺はあの石垣島かあのあっち宮古島の方にね、沖縄の、うんうん、あっちの方に行くの、いや、まあ、栃木に、土地見に、うん、いやこれ印税で土地買うて、村上さん、あの村上さんは作詞作曲してらっしゃらないの、いや、はいはいはい、いや、はいはい、印税のがお前カップリングの方で、はいはい、それも10人で歌ってるの、はいはい、あれビギンの曲なの、はい、分かってますよ、歌謡印税が入ってくるんでしょ、いや、お前歌唱でしょ、歌唱印税、歌唱どうしよう、じゃどうしよう、だから頼むからあの作って自分で一つする曲、はい、そうしかね、はい、あのだからでも今はもう無理、そうすか、今はもう CD 売り上げない、そんなに入らないから、うん、着歌とかになったらいいな、着歌とかに、ね、あの上に行かなきゃいけないんで、うん、着歌用の歌を歌ってもいいんですよ、作ってもその通り、全部が全部こう2番3番まで作ったんだよ、だからほんまや正直クリスマスソングってクリスマスソングをええの当てたら一生もんやねん、はいはい、今もう絶対そうやって、あの携帯の着歌の、クリスマスソングのクリスマスのクリスマスソングみたいなやつを作ったら一生やって、はい、ええのを作れば、そっか、毎年毎年ですね、うん、着歌はこれだっていうのを作っとけば、あ、うん、要するにクリスマスソングね、その、うん、きっと君は来ないみたいな、はいはい、あれ、ね、名曲ですもんね、あれクリスマスに向けてやからね、うん、だから着歌に向けて着歌にどうしてもしたいとかいうような曲を作れば、うん、あの好き嫌い別にしてね、うん、癖にしたらさしたら一番ええわけですよね、うん、恒例みたいな着歌は、だからね、着歌の曲やねんから、うんうん、着歌の曲って誰も手出してないよまだ、ないな、歌の曲なんかないよね、もちろんだけっていうのはどうなの、配信からの人はいますけどね、 CD より先に、あ、そうか、いや、うん、着歌というのを歌にすんね、着歌を歌にすんね、あ、それいいですね、そうだ、うん、それが今ここやろなと思って、うん、だからこの子テレビ深夜見てると着歌ランキングとかやってるから、あ、やってますよね、やってる、着歌ランキングっておかしいやんか、普通 CD の売り上げランキングやんか、うん、なのに着歌ランキングの方を優先したりしてるのがなんか変な感じやからね、なるほど、だからお前もそういうことやしょ、はい、わかりました、ちょっと、うん、考えます、こちら、カッパーラッパー俺でパーからいただきました、はい、あ、じゃあ、このラジオで AV もうなくなったと、はい、言ってました、先週から、はい、いっぱいいただきましたおめでとうございます。ありがとう。村上さんからもいっぱいいただいて。あら、ないっすか。それは言いなさんになってます。なた今もう、あと2年ぐらい、エアロマイクできるもん。そんなに、そんな大量ですか大量。あなたね、こういうもうテレビ、ラジオで言うのやめなさいよ。本当にお金持ってね、本番中に。お前って急にやで、テレビで。テレビで。本番中に。はい、あ、そや、お前、これからビデオありがとう。いや、もうそんなん言えねんって。すごい助かったわ。助かった。やめなさい、あれは。
なんで、汗は正直で言わなあかん。そんなとこで思い出すと思えへんやん。あれ、生意気な乳首って俺が出たから、はい、あれ、お前にもうた、あの、DVD に。だから、それを言いなさんなと。じゃあ、あれ、だから、ありがとうって。楽屋で言って。楽屋で、楽屋で。ジョージに悪いやん、そんな楽屋で。いや、悪くない、悪くない。ジョージさんって、さんまさんに AV をプレゼントしてる、あの、ああ、ええ人やと思うから。恥ずかしいわ。だから、ピンクローターなんて持って、名前気な乳首してるじゃないかって。ええって。ええじゃなしに。名前気な乳首ってどんな乳首やねんと思ったよ。いうこと聞けみたいな深みを。もうそんな言いらんねん、ここで。ごめんなさい、すいません。いやいや。もう切れたら言うわ。ああ、もう。もう。こんばんはと。ヤンドル皆さん、こんばんは。21日放送されたカウントダウン TV の恋人にしたいアーティストに愛ちゃんが堂々サイン。すごい。嘘やん。マジで嘘なんて人は言わんでも。ほんま？わかんない。前回の5位からランクアップ。へぇ。その他にも田中玲奈ちゃんが前回の20位から今回5位に。前回ランク外10位に入った、久住さん。あ、くすみさん。くすみさん。くすみ小春ちゃんがトップ20位に。モーニング娘。3人。浜崎あゆみ1位、ゆい2位、三井3位に入った愛ちゃん。すごい。率直なランキングの感想を聞かせてください。あと残念ながら、今回トップ20にも20にも入らなかった親方。鶴瓶さんではないですが、おそらく21位に入ってってと思う。多分21位ですね。すごい。ギリギリ21位だったな。これからやからな。道重の場合、はい、親方の場合な。はい、今、こう会社がちょっと、力を入れ始めてるから。だから、これ、愛ちゃんがサイン。すごいですね。恋人にしたい、ね、アーティスト。へぇー。ほんまかなぁ。ね。でも恋人にしたい感じしますよね、愛ちゃん。しない。しないよ。何にもしないようなやつだね、こいつ。おしゃれで可愛いし。おしゃれで可愛いし。俺やっぱ近場にいすぎんのかなぁ、うん。全然。お前、もう悪いけど。悪いけど。君が男の人だったら愛ちゃん恋人にしたいです。嘘だ、絶対嘘だ、絶対嘘だ。俺はジョージに戻った AV には桜子ちゃんのやつ。それやめなさい。ジョージに戻った AV をやめな、やめなさいって。さっき約束したよね。約束っていうか。これもう今堂々桜子ちゃん第3位。わあ、ありがとうございます。さすが推薦してよかった。さあ、それでは、はい、ホッタがかけてくれます。はい。今日はね、ビギンバージョンじゃないん。要するに、庄司も歌ってますけども、うんうん、笑顔のまんま、アホなスターズバージョンです。笑顔のまんま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 笑
の時だ。時には涙ぐんでる。そんなあんたはどうしようもないアホや。あさってもしあさってもやめられまへんわ。変われないからお前も頑張れよ。行動や言動をリスナーの皆さんから送ってもらうコーナーです。そして道重親方にはそれがどれくらいアンポンタンなのか、横綱、大関、関脇、小結、幕下、そして横綱より上の神髄を含めた6段階で覇王番付をつけてもらいます。はい、神髄になった場合は道重さゆみちゃんが本番中に落書きした番組のキューブシートを特別にプレゼントします。お願いします。それではいきます。まあ、そんなことで自分の弱虫のことばっかり考えてるよ、こいつ。スイカから弱虫楽しいです。これどんな虫の歌なの？イモムシとかそんな違います。あ、青虫みたいなやつ。心の頑張れお前も木の上の登ってけみたいな。違います。違う、切ない。これ本当に恋心のすごい可愛い、はい、あ、昆虫の歌じゃないの？違う、人間の歌です。あ、そっか。弱虫がそう、さなぎからこうポーンって出た時何？違う、何なのそれは。弱虫っていう。ありがとう、ありがとう。聞いてもらったら分かります。あ、答えが出てるわけやね。夜の蝶やね。わお、男のすっぽかされた。夜の蝶にね。そうなんです。はい、行きます。千葉県のオレンジの6番さんからです。うちの姉に広瀬がレッドカーペット、レッドカーペットカーペット、まあ、もうな、お前道次元のことはなかけたくないの分かるけど。いや、そんなことない、そんなことない。はい、そんなことない。広瀬がレッドカーペット歩いてるよと言ったら、広瀬っていつから芸人になったのと答えてました。
あそうか、ほんとレッドカーペットって言われたら、うん、まあ力取ってるんですけどね、広杉がレッドカーペットにねえ、うん、広杉もやっぱ苦労した、人間ですからね、うん、みんなやっぱり苦労した人間、ってねやっぱなんかあんねね、こういうバネみたいなエネルギーが出てくんのか、うん、二人ともやっぱすごいよ、一度ね地獄を見て這い上がってきてる二人ですから、考えたらねなんか嬉しいですね、もうちょっと俺もまあこれまた勘違いと思うけど、広介と結婚してたかわからない。こないだも言ってたよ。何がミーナさんのこと。そうやね、ミーナはほんまにそうなのよ。本当にあるべき電話番号、あごめん教えてって俺が一言言えばよかったんや、うん、楽屋に来たからね、うん、でマックスのメンバーが、あー早く早くって、いやいいって、もうスタッフもいたから早く早くって言って、あれ俺もしお前あの時ミーナちゃんに電話を聞いたら俺もうどうなったか分からへんよ。チェジューの時もそんなこと言ってたよ。あのチェジューとかこの広末はほんまやね。ほんまですか。広末は言うとくけども、はい、初めてカラオケで歌った曲があれやねんね、男女7人秋物語の主題が言う、うん、あなたらしくはないねという、誰の出たかやれ、うん、森川ゆかりちゃんの、うん、お母さんが大ファンだったんです、男女7人の俺のドラマのね、うん、で初めて歌ったのがそれです言うてやな、うん、でお前知ってるか、広末が一度ちょっとお酒飲んだりして、なんか現場に行かなかったりした事件の時の写真フライで知ってるか。知らないです。そこで車で中で前に座って、うん、地元の人が周り囲んで、広瀬が ありましたね、あったやろ、うん、あれ電話してる、あの電話俺にやで。へえすごい、マジっすか。なんでかっこいい。マジマジマジ。へえあれ俺にやで。言うとけど、すごい、分からないじゃないですか。そんな、あれフライデー出てましたけど、なんかしゃがんで左右に囲む。あれを言うと、広瀬言うとも俺にやって。俺はいたずら電話を思って切ってんけどね。ほんで、そっちで適当にやっとってみたいな。誰お前、お前いいかげんせや、おい、はいはい、広瀬がそんな、電話かかってくると思えんし、はい、それも朝方やねんあれ、はい、現場待ちごとんねん、あのドラマの、ロケ地を、あれ実は、あれほいで、その後に、誰やったっけな、俳優さんに電話かけて、その俳優さんからまた電話かかってきて、今、広瀬がさまざま電話入れたって言ってますけど、って言って、何あれ、広瀬や、ほんまもんか、本人ですと言うてやな。あら。おお、だからちょっと今、わけわからないところにいるんですって、電話来てきたのよ。あの時、俺が迎えに行ってれば、多分広瀬やよ。結婚してた。結婚してた。そんなつながります。そんなに向かいからスタッフが向かいはスタッフが行くじゃないですか。だから酒飲んどったから、広末はお酒の会いたかったんですか。多分そうやろな、向かいに来たか、まあ、足ではないよね多分、声聞きたかったんだ。いやいや、来てほしかったよね。助けてほしかった。でも初めて分かったよね、自分がこう酔ってボロボロな時に本当の好きな人が今誰にかけたいかって。そうやろ、真っ先に俺やろからやな、あれ。うん、なあ、多分やね。ああ、残念やったね、お前。残念でしたね。惜しいことしましたね。惜しいことした。次じゃあ番付は、番付、はい、横綱ガッツンでーす。ちょっと心臓出るかもしれない。いきなり横綱行きましたか。はい、高いな。さあ続いて、はい、はい、栃木県の竹川みのるさんからです。うちの姉が痩せようと思って痩せるパンツというのを通販で買いましたが、すでにそのパンツにお尻が入りませんでした。うーん、痩せるパンツっていうのはあんのか。あれやね、ガードでやなとかじゃギュッてするんじゃないですかね。うん、だからガードルの役割果たしてるようなパンツが売ってるんだ今。うん、そう、男履いたらあかんよねそれね。人事まで小さくなってしまうからね。分かんないです。痩せるやつやもん。そうですね。細くなっちゃう。細くなっちゃう。細くなっちゃう。これはね、痩せるパンツとか痩せる石鹸とかね。ありますね。石鹸まで。昔あったんですよ、痩せる石鹸。すごい。こういうのあるわけないやんかっていうのが売れてるもんね。うん、そんなわけないやんかっていうのが、うん、売れてるのが不思議や、美容業界すごい。やっぱ痩せるっていうだけで女の子飛び付くから欲しくなっちゃう、うん、すごいよね痩せるに関してはな、うん、さあこれはじゃあ番付は、はい、
関脇。ボンちゃんでーす。はい。はい。さあ、続いて、はい。東京都のさつま揚げの醤油ぶりありせんって。お前、ありせんって。大丈夫ありせんって。大丈夫醤油ありせんから。お前、弱虫そんなかけたくないのか？かけたいです。かけたいの。はい。醤油炙りさんからです。僕は、最近までワウワウの呼び方をウォウウォウだと思ってました。ああ、わかる気がする。みんなあるでしょ、あなたも間違って呼んでたとか。うん、まあ、はい、代表ってことはエルメスを最初はみんなヘルメスって呼ん、日本人はね、うん。ヘルメスって。あれ別にヘルメスでいいんですけど、実は。フランスだからエッチ発音しないだけのことですから。だからアンディっていうサッカー選手はヘンリーって書けますからね、あの。うん、ああ、こういう時はラングラーやね、ワラングラーって呼んでた人が多かったですね。我々ラングラージーンズ、ワラングラーっていう、そういうね、お前間違って呼んでたっていうの、はい、そこで一つお前が出さなあかん、ね、私はこうでしたって。私の知り合い、うん、au をアウって呼んでました。嘘や。本当です、本当です。本当ですよ、これはこれは本当の本当です。よし、番付いきます。はい、じゃあ番付はよー横綱ガッチャンでーす。いいエピソードも聞けたんで。はい、はい、というわけでこのコーナーではリスナーの皆さんから家族のアンポンタンな行動言動を募集します。それを道重親方が判定しアホ番付をつけます。以上、道重親方のコーナーでした。ありがとうございます。はい、それではちょっとこれね、はい、ソロで歌、いいですか、初めてソロで歌ってるCD、そうです、はい、2番なんですけど、で、うん、イントロがかかってすぐ2番に飛ぶんでオリジナルの、うん、はい、なってます今回バージョンで、はい、あ、今回バージョンで、はい、聞いてください。はい、モーニング娘。で弱虫です。新しいのを意味なく買う。
いいね。ありがとうございます。スピーチスパパありがとうございます。ヘリウム吸って。吸ってない。地声です。地声か。はい。やっぱり。はい、それではいきます。福岡県の。ええと思ってるな。はい、絶好調でしたもん。ずっと。かわいい。かわいいですよ。もうかわいい、最後に。あしらわないでください。だから、ああいう歌い方するって知らんかったからな。うん、なんかこれ、ね、まあ、ええねやるけどな、もう、やっぱご飯にも商売ねえの、あの歌い方。うんおいらがやっぱ聞き慣れてないから、うん、ソロバージョン、はい、だからごめんねやっぱりかかってる2人で同時にでもアルバムではソロの曲もあるんで次はそれもそれは何という曲なのそれ It's You です It's You そのトーンとそういうのででも結構なんかちょっと洋楽チックな感じなんでそれもヘリウム吸ってる。地声でやりました。怒られ方、つんくさんに。吸っただろお前ヘリウム。そう。それも謝ってるのまだヘリウムやった。なんでヘリウム。ヘリウムやめろって。こういう声なんですよ。歌とはやっぱりね喋ると声がね。そうですね。そうですね。可愛いわ声。ありがとうございます。可愛い。可愛いんです。さあ行きましょうか。はい、ね、福岡県のチンドンシャッテッターンさんからです。2月23日、スポーツニュースでダルビッシュが15秒ルールに激怒というのを見た。これはキャッチャーからボールを受け取ってから15秒以内に投げないとワンボールカウントされてしまうルールなんやけど意味がわからへん。これをヤンダの放送中にさんまさんに話すとまた3人がキョトンとしてしまうから黙っておこう。もしも15秒以内に笑わせなあかんルールがあったら無理やろうな。だから5秒ルールっちゅうのはちょっと考えも早くないですか。だからテンポアップを測るためやねんけども、うん、あの要するに事前の駆け引きみたいなのもありますもんね。駆け引きなんかいや本当に見たいですよね、はい、そこでボークって言われるとまだ注意ならいいんですけど、はい、あれをボークってやるのは2回目からサッカーと同じようにねとか、うん、なんか2回目からはダメですよとか、うん、初めイエロー程度に、しとくのか、うん、2回目からボークとして判定しますよって言った方がいいですね。あれは、うん、きっと問題が出てくるでしょうね、はい、一旦外してから 2-1 にしてもっぺんそこでまた15秒使うような野球って嫌じゃない、うん、どうしても間を取りたい時にね、うん、そういうあれはもう、まあ確かに、ね試合時間が長くなったりするのを防ぐためやろうけども、日本人って頭使うね、人種ですから、アメリカみたいに力でってあんだけテンポ出ますけども、日本の野球はあれは大リーグのルールなんですか。大リーグはああいうルールないですね。ないですか。日本のルールですか。大リーグはあのルール使わんでもあバンバンいけるからね。ああ確かに。うん、だからそういう、ね、国との国民的な違いやね、うん、国民性の違い、があるからねちょっとこれは考えた方がいいと思いますよね、はい、さあ続いて、はい、千葉県のオレンジの6番さんからです。2月24日高橋が自信満々に僕に話しかけてきた。庄司さん、私もさえみたいにドーンと行きたくて小話を考えてきたんですけど聞いてくれますか。ええよと僕が言うと、なぜ私が癒せませんのコーナーでダメなのかには2つの理由があるんです。一つは私サインより身長がないじゃないですか。違います、胸じゃなくて、いや背がないんです。いや背がない、つまり癒せないってことです。もう一つはこのコーナーで私パッとしないじゃないですか。パッとしない、つまり私は本物のおっぱいで勝負しているというさんまさんへの無言のアピールなんです。私が何を言われても変えないのはこの理由があったからなんです。高橋なかなか面白いやないか。よし、来週からはコーナー名を高橋愛はパッとしないにするか。これならリスナーも納得するやろう。ええのパッとしないそれはちょっとどうな。いや、ね、高橋愛はパッとしない、それはちょっとな、嫌、うん、やろ。いやです高橋愛は休ませんのがまだいいやろ、はい、そんな小話考えんやったらね、はい、やっぱりもう圧倒的な、差がつけられてますから今ね、はい、この癒せませんのコーナーに関しては、はいはい、だからやっぱ歌でもそうやったわ高橋。
旦那、あの、いろんな技持っとんねん。はい。やってみ、ポーン。ヘリウム攻撃、あれ。あれ、怖いわ、ヘリウム攻撃。ヘリウム爆弾持ってるから、お前。気づかないとこで。だけど、お前、声羨ましがってるもんね、いつも。はい。道重のな、声が、そうなんですよ、可愛いんですよ、とか。高橋はこれ自分の声はそんなに好きじゃないの？嫌いですね。でも絶対そういう声出そうと思ったら出せるんちゃう？だから。でもなんか初めて、シングルに自分の声が入るときってやっぱびっくりするじゃないですか。こんな声なんだと思って。なんか一回ジャケ写のときに飯田さんに笑われたことがあって。何を？なんかこれ誰みたいな。うんうん、でやっぱ新メンバーだし、その先輩たちも聞くのが初めてだから、うんうん、誰これみたいな笑われて、なんかその印象があって私おかしいんだみたいな。うんうん、で自分でもなんか、いやな、好きではなかったんで、でもなんかわざと声色を変えたりとかしてました。なんかドスの効いた。あの可愛くだったのか、ちょっとプッとみんな笑ったのか嫌だったのか。で自分もなんか普通に歌ってるんだけど、なんか、ちょっとか細く聞こえたんですね。あだからなんかそれが嫌で、うん、わざとなんか深く歌ったりとかしてました。ああ、なるほど、わからんではない。だから道重も俺ら今同時に、ほんま偶然にも同時に俺たちもたのが、うん、トラウマになりました。トラウマになっちゃうよね。道重、そこはやっぱり負けたらあかんで、お前のポリシー、はい、だって望遠のハンカチーフって昔のね、太田裕美さん、はい、初め恋人よっていう、かわ、わざと可愛らしく歌ってるんじゃないかって言ったら、うん、そうじゃなかったんですけども、みんなは初め、はい、わざとこういう歌い方しやがってとか、反感持ってたんですけども、うん、まあそういう人だって分かって、ね、ゆうちゃんもそうやろ、あのトークの。そうですよね。あれわざとこういうね、喋り方、声出してるんだとか思うんですけども、うん、それ乗り越えるとね、大丈夫ですよ。うん、あれはこう、歌は誰のこう歌い方を真似しての、道重その。あ、もう自分自身です。うわぁ。トップ事情とかそれじゃない。いやいや、あの昔やったアニメの。わかんないです。あ、そう。僕トップ人生だよ。そんな声で言わない。いや、ほら、さゆみいろんな声出せるから。七色の声を。幅広いんでね。すごい。これは武器です。歌い方をね、いろいろは、もう昔は桂木由紀さんなんて、ほら、声を潰すために。海辺に行って毎日大きな声を出してて、ロック歌いたいからね。あの人綺麗な歌声。歌声だったんですよ。でデビュー当時、基礎は山の中ですっていう、綺麗な、ものすごい綺麗な、それをもう自分はやっぱこれじゃ嫌だ、ロックを歌いたいっていうので、塩水当てて、ボヘミアンに変わっていくわけですからね。すごいよ。だからそういうこともあるから、イメージチェンジ図るにしてもね。サイミンどうよ、もうあのこれでええねんな、そしたら。まあ、今のところ自分で。ヘリウム、過小法でええねんな、ヘリウム。はい、ヘリウム使わずのヘリウム過小法で。はい、次行きます。明石市の明石屋さん家の定食屋さんからです。2月26日。先週のヤンタンでも話題に上がった関西ローカルのラジオ番組、こんちはこんちゃんお昼ですよに月一のレギュラーとなって初めての出演をした。今回はスタジオでリスナーからのそれどういうことのネタを聞き、ネタを読み終わった後に僕がいろんなバージョンのそういうことを言ったのだが、ネタを読んでくれたこんちゃんとの息が全く合わず、グダグダな感じに仕上がってしまい、放送終了後に反省会まで出される羽目になってしまった。先週はかなり早まった感じで僕のブレイクの時期が来るかと喜んでいたが、やっぱり細木先生の言う通り70過ぎにならんとブレイクはけえへんみたいやな。こんちゃん、まだやってんのやろそれ。はい、どれ月一の僕は審査員で、庄司が行くのか現場に行って。はい、でもな、その、まあ、対象を選ぶ時はもう僕の地声で、うん、はい、いろんなバージョンで、やってくれた。はい、しょしょしょよかったとかいろんなことを言ってるんですけど。ただこの近藤さんって、もう昔から私らよくしていただいてるんですけども、はい、コントを一回も休まず来てらっしゃる。俺がやってる、大阪の場合は、あそこで、IMP ホールにいつも来ていただいてる、こんちゃん。お前ら知らないね。うん、昔、ヤンゴーっていう番組とかやってた毎日放送の人は、まあもちろん知らん。ヤンゴーすら知らんもんな。お前ら生まれてこの世にいてないにもね。あ、そうやわ。ヤンゴーいたいたいた。この世に終わった時が俺が25ぐらいですから。いないですね。もう終わって28年も経つのか。はい。早ー。
さあ続いていきましょうか、はい、山口県なりなりさんからです。2月27日やっと高橋が出ているドラマを見ることができた。ちょうどさんまさんが言っていた走るシーンがあったのだが、確かに高橋の走り方は変だ。でも僕はあることに気がついた。高橋のあの腕の振り、そして足の出し方は間違いなく長距離向きや。しかもかっこ悪いながらも必死に走る姿は何か心を打つものがある。高橋、今年の24時間テレビのマラソンを走るのはお前しかおらん。モーニング娘。のリーダーの必死に頑張る姿で日本の不景気を吹っ飛ばすんや。もちろんさんまさんと僕はピーチーズ再結成で沿道から応援しとるからな。あれはもういいやね、ピーチーズあんな赤っ端に書いたの久々でしたからね、はい、ピーチーズはしませんけど、そろそろモーニング娘。走ってお前なんかもう長距離向きやね。本当彼の言う通り、うん、でもなんかあれから多分意識してるのか分かんないんですけど夢に出てきてなんか自分が気をつけて走ってるんですよだから肘開きすぎやから。そうなんですよね。だからそれを意識してすごいすごいなんかその肘を締めて、あ、それあの女優さんとしては必要なことよ。あ、そうなんですか。一生懸命要するにゆっくり走ってくれとか言われるでしょ、カメラが追うから。それは言われなかったすごい頑張って走ってってすごいダッシュで走ります。だからあの正面からの受けは多分後ろに下がらなあかんから、うん、ゆっくり走ってくれっていうリクエストが多いんでね、はい、あの真剣に走ってくれじゃなく、はい、その時に意識してやったらええね、はい、ああなるほど、あれね結構難しいんです。だから走る芝居って、とにかく大昔の根岸さんか根岸監督やったけど、誰かは女優さんセリフを言わさんととりあえず走らすっていう監督もいたからね。それぐらいやで。おしまい。はい。やったーやったー。高橋愛は癒せませんのコーナー。さあ、高橋愛は癒せません。だから最近これが大事になってからお前楽になったやろ。もう癒せません言ってんからね。はい。はい。はい。さあ、高橋。いきます。神戸市のうさぎちゃんさんからです。いつものちょうだい。何やねんそれ。いつまでも言い合わせませんって言っててええねんな。そしたら。よくないです。やろ、プロとして恥ずかしいやろ。そうですね。もっぺん。はい。いつものちょうだい。何やねん。ほんか、違うな。いつものちょうだい。ええの、もろてんのにね。そうですよね。いつものちょうだいとか、その、崩れられへんの。崩れる。うん。はい。うん。いつものちょうだい。わかるわ。わかるわ。いつものちょうだいとか。もっと頭になんか社長つけた方がいいんじゃないですか。社長がいいんじゃない。社長いつものちょうだい。そんなことすいらん。ごめんなさい。お前そういう、あの、ユーモアあふれる会話するからおかしいね。伸びる。すいません。ごもっともございます。すいません。厳しくね。はい。はい。埼玉県の茶柱さんからです。まだ早いよ。あ、これはええわ、うん、こういう可愛らしい感じのな、はい、さすが道重っていうところやね、うん、ありがとうございます。まだ19歳なのに。はい、19歳です。どこまで伸びるんでしょうね。どこまで行くんで怖いね、これから喜んでる。いや、まだそれ、何受けすぎよ。なんで、なんで、冗談なの。シャドウ歩くなよ。ほんまに。もう。浮かれました。浮かれて。ほんま、ほんま、さあ。はい、行きます。堺市のゼラチン大使さんからです。むずむずしちゃう。どうしよう、だって。むずむずすんねん。むずむずや。むずむず。はい、はい、もうムズムズしちゃう。 あかんわ。すいません、虫毛も時間ないから。はい、行きます。行け。福岡県のエコ忍者さんからです。頑張っちゃう。あ、今ちょっと可愛さ出そうとしてるな。可愛い。ちょっと欲出ましたね。お前の悪いところやな。おしまい。さあ、今日はね、久々に、堀田君に球を振っていただきましたけど、はい、また君の、大変やなぁ。よろしくお願いします。せっかくね、
大阪でね、ちょっと偉くなってドンと構えてる矢先にね、ええよ新道に来させても新道に新道毎日で忙しいのかいつ、はい、こんちゃんやってるからねせやな、はい、やってるんで、忙しいらしいのでどうなることやらね、はい、またいろんなことがあるんでしょうね、はい、見てるとね、まあ道重もね、はい、今日はあの十分満足したでしょう、はい、大満足ありがとうございますこれからお前らはまたコンサートがあって、3月から春ツアーだった、3月から春ツアーが、はい、今稽古に入ってるわけ、まだ半年入ってる子もいれば、バラバラなのか、はい、そういうのが、頑張っていただきたいと思います、はい、というわけで今日はこれでお別れ、お相手は明石家さんま村上庄司、モーニング娘。の高橋愛と道重さゆみでした。また来週、さようなら、さようなら。Just find a place to make your stand.